はい、僕は普通がいいですね、朝は。ご飯に味噌汁に、なんか焼き魚に漬物みたいなね。うん、なんか朝はね、こういう感じがいいかな。うん、あと納豆とかね。うん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 、普通の日本の朝食って感じはいいですね。いいですね。あ、なんかトン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 ってあの音がするのがいいですよね。多分朝ね、朝ね、僕らが起きる前に、ね。その音で目覚めるみたいな。それ最高じゃないですか。僕はこれいいですね。お昼は？お昼は、お昼はね、普通になんかね、パンとかでもいいんだよね。おほなんか軽く、ね、お昼は軽くていいんだ。軽くていい感じがするんですよ。おーコーヒーとかね。おーうん、パンとコーヒー。で、夜はこうがっつり、なんだろうなぁ。いろいろなんかね、うん、ありますね。食べたいものがね。ニヤニヤして、この人。ハンバーグが好きなので、ハンバーグとかね。うん。あとパスタとか。もうその旅に出てますよ、今。うん。あと揚げ物とかもいいね。あ、結構がっつりしたものがいいんですね。夜はね。夜はね。結構そういう感じでいいんじゃないかなと思うんだよね。ハンバーグは、手でこう。そうそう。あとね、餃子とかをね、一緒に作りたいね。出た出たうん。じゃあ僕も一緒に作るよ、なんつって。その絵、浮かぶ。でしょ？確かに。餃子とかを一緒に作るのがいいんじゃないかな。俺はあれなんですよ。包んじゃってね。こうね。ニンテンドー DS のお料理ナビみたいなので、俺餃子好きだからさ、うん、作ったことあんの。皮を。そうそう。なんかね、どんどんあいつ先行くのな。ほっとくと、うん、どんどん次行くの。ちょっと待ってっつって、OK とか言ってねえのに。だってメカだもん。そうそう。神谷さんは、なんかその、餃子とか、はい、餃子一人で作ったりとか、あの、編み物の本持ってたりとか、本気で持ってようとしますよね。何か問題があるんですか？別にいいっすけど。はい。いいじゃないですか、別に。いいけど。なんか問題でもあるのかよ。そういうお肉はどうなんだよ。朝でも何食べたいんだ。切れちゃった。切れちゃった。朝は、はい、フレンチトーストはいいですね。おー、洋食なんですか。うん、はあ。フレンチトーストにミルクティーがいいです。はい、あ、ミルクティーがいいんだ。コーヒーじゃないんだね。ええ、で、あの、長めのニットを、長めのロングニットを着てて、彼女は。はあ。ええ。あれ？うん。それで？で、あの、お寝坊さんだぞって言ってくれるんです。へぇ。うん。昼は？ん？昼？昼。昼はですね、何がいいかな、昼。親子丼とかがいい、ね。親子丼？あ、そう。親子丼がいい、うん。うん。なんかこう、三つ葉とか散らしたりしてね。あ、いいね。それね。俺も親子丼好きだね。あの、専用の鍋で。あ、ちっちゃいやつ作ってほしい。あの、ちょっとコンパクトになってるやつ。うん。ちょっと折れてるやつね。折れてるやつね。あれで作ってほしいですね。で、夜は。夜は、うん、オムレツ。お、夜オムレツなの？夜オムレツなんです。なんで？え？卵が好きだから。昼、え、朝、だって、朝フレンチトーストでしょ？はい。で、昼は親子丼でしょ？はい。夜オムレツ、全部卵ですよ。はい。小野さん、カロリー高いですよ。はい。最近ね、卵がすごい好きになってきたんですね。ああ。なぜだか。小野くん30過ぎて卵好きってやべえぞ。いくらでも卵食えますね。へぇ、卵料理を作ってほしいです、だから。ああ。うん。じゃあ、小野くんは卵料理を、が上手い人だったら落ちちゃうぜ、みたいなことなんだ。まあでも簡単に落ちるよってことですよ。男なんぞ。はい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 。好きなもの作っときゃいいんすよ。はい。だんだんひどくなってきたね。